はい、こんにちは、カツボです。妖怪地方を続けやっていきたいと思います。今回ね、危ない鍋人間エンカウントっていうね、クエストをやろうと思うんですけど、トーマの攻撃力ね、すごい上がるアイテムね、前回もらったので、ちょっと使ってみようかなと。これだね。ナビして。ほい。眠いなぁ。あのうすらぬらの書き込み、私が書いたよ。信じてもらえないかもしれないけど、私の話聞いてくれる？夕方くらいだったかな。お稽古の帰りに霞台を一人で歩いていたの。ちょっと帰りが遅くなっちゃって急いでお家の方に向かってたら、突然鍋人間が現れたの。お鍋に手とか足みたいのが入って、うわーって私にぶつかってきて、私もダメだって思ったんだけど、その人私の顔をじっと見ていなくなったの。あれからずっと怖くて怖くてあんまり眠れなくなっちゃって、あ、今日も眠いな。同じ学校のまなみちゃんって子も鍋人間に会ったって言ってたよ。多分今日も小学校にいるんじゃないかな。人体実験じゃないや、人体模型かが好きなまなみちゃんだね。あれ、ケイスケ君のお姉さんのお友達どうしたんですか。鍋人間のお話ですか。ちょっと前に霞台を一人で歩いてた時のことなんですけど、突然目の前にお鍋に足がついた人が現れて、ものすごい勢いで私の方に向かってきたんです。私怖くてその場に座り込んじゃったんですけど、その人じーって私の顔を見てきて、しばらくしたらポシュンって消えちゃったんです。何もされなかったけど、すごく不気味な見た目で、あれから霞台に行くのが怖くて。ああ、ジンタ君みたいに可愛い見た目だったら全然大丈夫だったんだけどな。最近よく鍋人間が出たって噂が流れてて、特に夕方に現れるって言われてるみたいです。夕方になったら霞台には行かない方がいいですよ。夕方に霞台行けばいいんですね。被害者に共通しているのは夕方に霞台を歩いてたってことだけか。でもあの辺を歩く女の人はたくさんいるし、必ず全員が襲われるわけではなさそうね。何か他にも襲われる理由があるのかな。あの女の子たち2人ともじーっと顔を見られたって言ってたよね。ちょっと怖いな。顔か。おや、とにかくこれは女の子ばかりが狙われる大事件。あやめさんも最近視線を感じるって言ってたし、いつ次のターゲットになるかわからない。麗しきレディーたちを守るためにも、これは一刻を争うのである。あれって坂見くんかな。姫、これはご機嫌麗しい姫。だから姫じゃなくて姫のあやめなんですけど。坂見くん、あやめちゃんと知り合いなの？ああ、天野さん。この方は姫でおられるのだ。あまり気安く姫のお名前を呼ばない方がいい。は？ああ、姫、今日もお美しいですね。その髪の色も鬼桜によく映える。それでは姫、またお会いしましょう。なんだったのかな、坂見くん。あの人プリコンの後もずっと私のことを姫って呼ぶんだよね。なんか目が似てるとか髪が長かったはずだとか誰かと勘違いしてるみたい。髪？そうだ。そういえば被害に遭った2人、あやめさんと同じような髪型をしていなかった？言われてみればそうだ。もしかして私みたいな髪型の子が狙われてるのかも。その可能性はありそうだね。だったら私、おとり操作します。ダメだよ、あやめさん。襲われて怪我でもしたらどうすんの？俺が代わりにおとりになれたら、妖術で対抗できるんだけど。いや、ダメだ。僕があやめさんになればいいんだ。だから僕があやめさんの格好をしておとりに。本当悪いんだけど、あやめちゃんにおとり役お願いしていい？もちろん、何があっても、みんなが助けてくれるって信じてるよ。任せといて。よし、じゃあ霞台へ向かいましょう。さあ、めげるな。妖怪落ち。オーガのお使い手。よし。この辺ならみんなが隠れる場所もありそう。あ、たまたまここだったんだ。お願いしておいてなんなんだけど、あやみちゃん本当にいいの？だってこのままじゃまた誰かが被害に遭うかもしれないでしょ。私も探偵団として何か役に立ちたいの。
うん、よし、わかった。でもお願いだから無茶だけはしないでね。さて。あ、あやめさん大丈夫かな？し、黙って見守りましょう。何かあったらすぐに助けるからね。うん。あやめさん。よし。鍋のね、金婚も持ってたと思うけど、これ普通に出てきますね。トーマどんぐらい強いの？やるしかないね。鬼の手。鬼の手。炎症乱舞じゃん。あれ、なんかすげえ強くね？あ、外した。なんだこいつ。ちょっとこれって。この私のタックルを受け止めるとは、なかなかやるな少年たちよ。私の名はズンドーマルだ。さっきのお鍋の姿とは全然違うのね。警察に通報するわ。いや、妖怪だから警察に行っても意味がないんだ。ズンドマル、なんでこんな騒ぎを起こしてたの？あやみさんを襲おうとするなんて理由によっちゃ俺が妖術で消し去ってやる。あ、それはすまなかったな、少年たち。実は私は霞台にあるラーメン屋、霞ラーメンのズンドー鍋から生まれた妖怪なのだ。あ、あそこのラーメン屋か。こってりの豚骨がうまいんだよな。ラーメン食べたくなってきた。ははは、いつでも食べに来てくれよ。だが、そこの店主がこのところ元気をなくしてしまっていてな。昔書いた手紙を渡せなかったらしく、そのことをずっと後悔しているのだ。店主は長年ラーメン堂を連れ添った相棒だ。相棒のためにも手紙を渡してやりたくてね。それで相棒が持ってた写真と手紙を頼りに手紙の相手を探していたんだが、人間の顔はさっぱりわからんで、手当たり次第似ている子を当たったってわけだ。あの店主のお兄さんの相手なら、あやみさんよりもっと年上だろ。たくしょうがないな。俺たちも一緒にその子を探してやるよ。何？本当か？本当にいいのか？俺たち妖怪探偵団だもんね。そういうことなら任せてよ。ううありがとう少年たちよ。こいつがその写真と手紙だ。相棒に話を聞いてみたら何かわかるかもしれんな。お、古びたラブレター。ラーメン屋に行くの？なんかお腹も空いてきちゃったし、まずはラーメン屋さんに行ってみましょう。ラーメン屋さんは下だよね。ここだよね。はい、参ったな。おっと、いけね。お客さんか。いらっしゃい。何するかい？あの、何か悩んでるみたいだったけど、どうしたんですか？お客さんに心配かけちまうとは情けねえな。実は、ずっと昔に書いた手紙を見つけてよ。俺が中学生の時だったな。金にもないんだが、その時好きだった女の子に書いた手紙でな。でも結局、勇気が出なくて手紙は渡せなかったんだ。給食の時間にさ、その子が食べてる時の本当に幸せそうな笑顔が可愛くてな。それで俺ラーメン屋になったんだ。お客さんが幸せそうに食べてくれる姿を見たくてさ。その子よく家のパン屋を手伝ったりだから、こっそり店を届けたりしたもんだ。なんて言ったかな、圧巻ベーカリーって名前だったと思うんだけど。圧巻ベーカリー。受けね、長話になっちまったな。聞いてくれてありがとうよ。あ、圧巻ベーカリーだって。はい、着きました。いらっしゃいませ。あの、この写真の子を探してるんですけど。
あら、妹の写真ね。あなたたち同じ学校の子かしら。今、お店に飾る花を取りに行ってもらってて、多分近所のお花屋さんにいるわよ。近所のお花屋さんにいる。どうしよう。でも、あの子どうしたんだろう。なんか悩んでるみたいだね。ねえ、どうしたの？急に話しかけないでくださいよ。びっくりしたな。これラーメン屋さんかな。なんか困ってるみたいだったからさ。悩み事なら俺たち妖怪探偵団にお任せあれ。妖怪探偵団？あのさ、妖怪とかは全然関係ないんだけど、お兄さんたちってこれまでに失敗するかもって思ってやらなかったことってある？ないな。俺はないな。どんなことでもさ、やらなかったことを後で後悔する方が辛いと思うんだよな。たとえそれで失敗しても、一歩踏み出した自分の方が好きになれそうだしさ。そっか、そうだね。ありがとう、お兄さんたち。秋のりたまにはいいこと言うじゃない。だろ？たまにはってなんだよ。俺はいつでもいいこと言ってるぞ。はい。あ、ねえ、あの子じゃない？ほら、写真の子とそっくり。確かにあの子みたいだね。ラーメン屋の店主さんの手紙渡してあげよう。おい、そこの。ねえ、ごめん、ちょっといいかな。あれ、君、隣のクラスの。あの、よかったらこれ読んでほしいんだ。ピカピカのラブレターを手渡した。え、私に？あの、手紙ありがとう。大事に読むね。おい、先越されちゃったぞ。いや、ちょっと待って。あの手紙、天使さんのと同じ封筒じゃないか？え、あ、ほんとだ。じゃあまさかあの男の子って、天使のお兄さんの子供の頃ってことか。ちょっと、なんかいい感じじゃない？自分で一歩踏み出せたんだね。ね、天使さんのとこ戻ってみようよ。おお。え、何してんの？あれ？今。らっしゃい。お、らっしゃい、何するかい？聞いてくれよ。実は最近赤ん坊が生まれてよ。可愛い娘と可愛い奥さんに囲まれて、もう毎日幸せもりもりよ。つうわけで、どれもチャーシュー1枚サービスだ。幸せもりもり、お裾分け1丁。奥様と仲良しなんですね。およ、中学の同級生でな。俺の一目惚れさ。親父の仕事で転校が決まって手紙を書いたんだよ。でも渡すかどうかずっと迷っててな。ついに転校前日になっちまったんだが、その時声をかけてくれた兄ちゃんがいてよ。たとえ失敗しても、一歩踏み出した自分の方がきっと好きになれるってな。おお。それでそのお手紙は渡せたんですか？ああ、その言葉に背中を押されてな。あん時の兄ちゃんは感謝してるぜ。イケメンつうのはああいうのを言うんだな。へへ。そういや、そこのあん時の兄ちゃんにちょっと似てるな。なんだか縁を感じるぜ。こいつはサービスだ。食っていきな。お、豚骨ラーメン。ありがとうございます。お、がっつり食べて幸せもりもりになってくれよ。うん。天使さん、よかったね。あの手紙のおかげでまさか結婚しちゃうなんて。秋のりお手柄じゃない。へへへ、だろ。本当にありがとう、少年たち。何もかも全部君たちのおかげだ。でもさ、ずんどまる。天使さんのために何とかしたいっていうお前の気持ちが俺たちも動かしたんだぜ。お前のその気持ちが時間を超えてあの手紙を届けたんだ。秋のり、ありがとうよ。これは私のアークだ。受け取ってくれ。おう。なんか秋のり、やけに今回はいいこと言うじゃない。へへへ、だろだろだろ。うん、秋のりくんすごいね。天使さんとっても幸せそうだった。いや、そんなことないですよ。あはははは。あやめちゃんにいいとこ見せたかっただけか。ふう、ラーメンも美味しかったし、みんな幸せもりもりで、会計案件は解決ね。よし、とりあえず全部終わったね。さて、これで何かしら起こるはずですけど。うんうん、今日も頑張りました。みんなお疲れ。俺たちって町の人から結構頼りにされてるんだね。そうだね。
少しずつ探偵団の知名度も上がってるし、みんなの役に立ってる気がするな。なんか正義の味方って感じでいいよね。でも私みんなみたいに戦えないからなんだか羨ましいな。何言ってるのさ、戦えなくたってあやめさんも妖怪探偵団の一員だよ。ありがとうみんな。それじゃあ今日はこの辺で解散ってことで、次の会計案件も頑張ろうな。うん、みんなまたね。さてまた何か起こるのかな。嬉しいわ、春也くん。私の欲しいものいっぱい集めてくれたのね。のままに姫のお望みとあらば、このステンドウジ、いかなるものでもお持ちいたします。とってもいい子ね。私、あなたのこと気に入っちゃった。ステンドウジ様。我らには他にすべきことがございます。うん、妖精剣のことか。妖魔界に封印された5本の妖精剣なくして、姫が力を取り戻すことはかなわぬはず。あら、先生っては真面目なので、でももう妖精剣は必要ないの。なんだと。春也くんのおかげで、もうすぐ私は完全に力を取り戻せる。先生だって私の言うことを聞いてくれるだけでいいのよ。ねえ。それとも私のしもべになるのは嫌？凍結、妖精剣のことはお前に任せる。姫をお守りするためにも武器は必要だ。御意、我が主。ジジイ、あやめ、何してるんだぜ。学校の屋上にあやめさんが？怪しいやつ一緒、なんかやばい感じ。もしかしてあやめさん、そいつに無理やり連れ去られて。なんてことは、これはとんでもない事件だぞ。よしやるぞ。急がないと、あやめさんが危ない。行こうジュニア。妖怪探偵団緊急出動だ。さて、みんな知らないもんね。でもあやめさんの正体も知らないからね。なんだろうね、ちょっとやってみようか。お、秋のりになった。なんか妖怪がめちゃめちゃいいんだけど。美少女に合わなかったかですって。え、さっきこう通ってきましたよ美少女。でも私の方を見て嫌そうな顔してました。畜生。え、何、人面犬がいるな。あれ、こうびっくりマークここにあるし、目の前にいるし。うん、秋のり、あやめちゃんの話ジュニアから聞いてよ。でも屋上には誰もいないみたい。もしかしたら校舎から出てるのかもしれないわ。まだ学校のどっかにいるのかな。あやめさん、無事でいてくれ。秋のりも来たことだし、本格的に調査を始めよう。この辺妖怪よくいる。あやめ見てるかもだぜ。そっか、手がかりになる話が聞けるかもしれないね。よし、妖怪たちにも話を聞きながら中学校を調査しよう。まあ、一体聞いたけどね、人面犬ね。人面犬欲しいな。そうね。可愛い女の子見なかった？うん、この辺では見てないよ。僕、役に立たなくてごめんよ。もうちょっと奥の方を調べたらどうかな。お、ピントコーンとコンタン。え、美少女も見てないかって？うん、ピントコーンな。え、美少女ならここにいるでしょ？って何よ、コンタンの話じゃないの？コンタン以外の美少女なんてこの辺には来てないんだけど。あ、あはははは。なんか漏れてるね。いた。あやめちゃん見つかるかな。ここ体育館だけど。あれ、あそこにいるのって。あやめさんと坂見くん。あやめさん。あれ、秋野くん、みんなどうしたの、そんな顔して。みんなであやめさんのこと探してたの。何かあったんじゃないかって心配で。そういえば私どうしてこんなところに。うー、とにかく無事でよかったです。みんな心配かけてごめんね。それにしても意外な組み合わせ、坂見くんと友達になったの。友達？ふふ、友達なんかじゃないわ。この子は私の可愛い可愛いしもべ。
あやめさんどうしちゃったの？おう。マジか。なんかゾロウグモみたいね。驚かしちゃったのかしら。これが私の本当の姿なのよ。あやめさんが妖怪に？残念だったわね、こぶたちゃん。この体はもう姫のあやめのものじゃなくって。ほら、やっぱゾロウグモだ。なんかそんな感じかなと思ったね。たった今からこのゾロウグモ様のものになったのさ。そんな、姫ではないだと？ふざけるな、この性悪女め。許さんぞ。お前のような下劣なものが俺を利用するなどと図に乗るな。あ、ハリア君、あなたの容器とっても美味しいわよ。さあ次のご馳走は誰にしようかしら。え、真面目にこれ姿の？お前たちそこで何をしている？先生。あら、先生まで私の邪魔をするつもりなの？せっかく仲良くなれると思ってたのに。それはそれは残念ね。あ、先生が凍結？どういうことなのこれ。あは、笑えちゃう。その程度の妖術で私と戦おうだなんて。し、余計な力をつけおって。やむえん、離脱するぞ。まさかまさかの、ジョローグモ。助けてやったというのに礼の一つも言えんようだな。どうして僕たちを助けたんだ。間抜けな質問だな。生徒を危険から守る教師として当然のことだろ。でも敵だったもんね。まあ好きなだけ疑えばいいさ。だが残された時間も長くはない。姫のあやめと坂見春也、放っておけばあの二人はジョローグモに殺される。姫のあやめとって違うんだじゃ。やっぱり奴は力をつけすぎた。もはや今の俺やお前たちでは太刀打ちできん。姫のあやめの意識はかろうじてジョロウグモの中に残っているが、力尽きる前にジョロウグモを倒せなければ人間としての命はそこで終わるだろう。どうしたらいいんだ。おい、そこでだ。お前たちにとっておきの切り札をくれてやる。あらゆる邪気を断ち切る妖精剣、玄武方天部のありかへ導く鍵だ。玄武方天部、ね、どうして私たちにそんなものを。あなたは妖精剣を集めているんじゃなかったの。妖精剣を求める理由などお前たちには関係のないことだ。急がねば二人とも救えぬぞ。さあどうするのだ。そうだ、本当にその鍵でジョローグも倒せる武器が手に入るんだな。それはお前たち次第だ。また試練か。この鍵が導く場所、宝天殿、宝剣殿の試練を超えねば妖精剣は得られん。みんな行ってみよう。ではこれはお前たちのものだ。風剣悪、宝剣殿を手に入れた。じゃあ次そこだね。宝剣殿は俺もついていく。妖精剣を持ち逃げされてはかなわんからな。そんなことしないよ。私たち絶対あやめさんを助けるんだから。一時的に休戦ってわけか。凍結、俺たちの邪魔はするなよ。うん、お前たちこそ足手まといになるなよ。お、しばらく力を貸してくれることを思った。まさかの仲間。扉の鍵は川の方向を反応を示している。まずは扉の場所を目指すのだ。さてということで今回ここまでですね。じゃあ次回行ってみましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。